奈良県立山部高等学校は奈良県奈良市杉友田町にある公立の高等学校。昭和初期1935年に開設の農村青年向け塾を源流としている。前身は太平洋戦争終戦の翌1946年に設置の組合立の実業学校、組合山部農学校、1948年の学生改革により、 農学校が廃止され、代わりに、新生の奈良県立山部農業高等学校が設置された。同年9月、公立校の統合、再編により、いわゆる高校3原則に基づく総合成高校となった。1995年に学科改編を行い、総合学科を設置。2年後1997年に、従来の普通科、農業科、家庭科を廃止し、 奈良県の公立で唯一の総合学科高校に改編されたが、入学生の実態にあっておらず、16年後の2013年に普通科と生物科学科が新設。総合学科は2015年に廃止された。奈良県立高等養護学校の文教室が設置されている。2年次から受け入れ、農園芸コースの生徒が在校生と共に学習する。 交渉は1950年に制定。総案は卒業生の高倉忠史作による。6つの峰を6棒星の形に似せて図案化し、中央に甲の文字を置いている。効果は、歌詞は3番まであり、1番に孔明の山部が登場する。制服は2006年4月、入学生からデザイン変更クラブ活動のライフル射撃部と馬術部は、 高校総体優勝した競合であり、高校総体や国体の常連。男子サッカー部の元男子部員二人と、その保護者が、同部監督から暴行を受けて、大量、大部に追い込まれたなどとして、監督と、高校と提携して、部や寮を管理するボスコビラサッカーアカデミーの運営会社、天平フーズ2100万円の損害賠償を求めて、地裁に提訴。ありがとうございます。